箱根旅助けは、伊豆箱根バスが発売している、フリー乗車券である。同社が発売する、箱根バスフリーについても合わせて記述する。箱根地区を中心とした西部グループの交通機関、施設が利用可能なフリー乗車券である。箱根旅助けは、伊豆箱根バス指定区間内の路線バス、箱根駒ヶ岳ロープウェイ、箱根十国峠ケーブルカー、 足のノ・ミ遊覧船が2日間乗り放題になるフリー乗車券である。また、箱根沿水族館に1回無料で入館できる。箱根バスフリーは利用できる。交通機関は、伊豆箱根バスのみに限られるが、箱根駒ヶ岳ロープウェイ、箱根十国峠ケーブルカー、足のノ・ミ遊覧船は割引料金で利用できる。また、箱根沿水族館も無料ではないが、 割引価格で入場できる。いずれも、小田急グループの交通機関は利用できない。なお、同じ企業グループでありながら、西武鉄道の駅では、箱根旅助け、箱根バスフリーではなく、小田急グループの交通機関で利用可能な箱根フリーパスを販売している。2012年以前は、箱根スマイルクーポン、さらに以前は、箱根ワイドフリーという名称だった。販売箇所は、 以下の通り、以下は箱根旅助けのみ利用可能。2020年7月現在の発売額は以下の通り、ありがとうございます。